何握りやしょう。ほな1万くらいでお任せするわ。あと今日のええとこお作りにしてくれ。あ、ウニとイクラは絶対入れてな。いいよ。五郎さん飲まへんの？一応仕事中やからな、今はやめとこ。それよりアコちゃんの話聞かせてくれ。大学生にしたら随分慣れとるようやけど、この間店よう来るんか？まあね、最近は割と毎日。毎日？なんや、そないノルマ厳しいんか。ノルマ？そんなあるはずないやん。いつでも好きな時にやれるのがこのバイトのええとこやもん。いやいや、バイトっちゅうことはつまり誰かから依頼されてやっとるわけやろ。その元締めが例の牧村はんやろ。聞いた話やと女子大生にテレクラで男捕まえさせてその稼ぎをかっさらっとるらしいやないか。は？誠さんはそんな人とちゃうし、うちらほとんど男の人にご飯とかおごってもらうだけやし、誠さんも稼ぎよこせなんて言わへんよ。あ？ちゅうことはあっこちゃん売りとかしてへんの？当たり前やん。ひょっとして五郎さん、ほんまは取材なんて嘘で初めからいやらしいことが目当てやったとか。せやったら悪いけど、なんぼおごってもろてもホテルとかついていかんで。ああちゃうって、そういうつもりとちゃうねん。ただ俺はそういう噂を耳にしたもんやったから。ほんまに？まあそれが賢明やね。うちに何かあったら無事で済まへんから。あ、それは一体どういう。はい、小肌。ああ美味しそう。ほな、いただきます。お代はこちらになります。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ごちそうさま。おう、ほな行こうか。さて腹ごしらえは済んだな。そしたらさっきの話の続きを。あ、うちあそこ行きたい。今度はどこや。ゲーセン。ゲーセンってゲームセンターのことか。不良のたまり場やないか。ま、家で女の行きそうな場所ではあるが。最近のゲーセンはちゃうねん。かわいいぬいぐるみとかあんの。ゲームセンターにぬいぐるみ？どういうこっちゃ。行ったらわかるわ。ほら、はよ行こう。しゃあ、もうほな、ゲームセンターに行くか。ほな、行こうか。にしても五郎さん遅れてるわ。最近ゲーセン行って。あ、ほらあれや。UFO キャッチャー？なんやこれ。このボタンで中のクレーンを操作してな、ぬいぐるみを穴まで運んだらもらえるね。こんなんが1回100円やと？アホらしい。どうせそう簡単には取れへんようになっとるんやろ。普通に店で買うた方がええんちゃうか。何言うてんのや。よそで売ってないからここで取らなあかんのやない。お金で何でも買える思ったら大間違いやで。っていうかお金はうちが払うから五郎さん代わりにやってや。うちこういうの苦手やねん。あ？なんで俺が。誠さんのこと聞きたいんとちゃうの。しゃあないな。ほな一応やったるやないか。
取れたで。これが欲しかったんやろ。めっちゃ嬉しい。五郎さん、ありがとう。ま、ざっとこんなもんや。あ、それで牧村藩のことなんやけど。こないなところで立ち話すんの？どこか落ち着いて話せるとこがええわ。ま、それもそうやな。おな、出ようか。ほな、次はディスコや。ディスコ？あんだけ食った後でよう踊る気になるな。実はさっき電話でビップルーム予約してん。うちな、一度でええからビップルームに入ってみたいって思ってて。いつの間に予約しとったんや。人の金は思って好き勝手してくれるな。文句言わんの。連れてってくれたらそこで誠さんのこと話してあげるから。ほんまか。まあそう言われたら断れんな。ほら行こうか。ほな行こうか。なんや。何やって？